こざす。今日はですね KED の14番持ってきたので、現時点での様子を確認しつつ、ちょっとねいらない枝いっぱい伸びてきたので、ちょっとお掃除していこうかなと思います。はい、早速やっていきましょう。今日触っていくのはこちらでございます。 KED の14番。はい、今日は14番触っていきます。こんな感じのカエデなんですけれども、このカエデね、前に前葉刈りまでは行ってなかったっけ。ある程度ね、枝をガンガンって追い詰めて、で、未来の樹形をね、予想してたんですけど、こんなんがいいんじゃないかみたいな。で、一応ボディがあるんですけど、若干左流れになってて、1の枝展開してますと。こういう流れで1の枝。で、そっから2段目に行って、右に2の枝が流れてますと。こうね。こう行って、こう行って、こう行って、こう行ってっていう流れがあるんで、この辺りから3段目の枝、こっちに、この幹の流れですね。幹の流れをこう作っていきたいわけですよ。ここからこう、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 みたいな感じで。こう、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 みたいな感じで作れば、なんかいい感じになるんじゃないかということで、一応この辺の枝、伸びてるんで、まあ、この辺の枝を樹幹部というか3段目の幹に作っていくのもありっちゃありなんですけど、流れ的にはこう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 にしたいんで、こっちからこっちこういくでしょ、こういくでしょ。でこっちから3段目っておかしいんですよね。こうこうこっちから3段目みたいな流れだとちょっと変なんで、できればこの辺から芽が出てきてほしいなっていう話をしてて、で一応ね芽があるんですよ。ここに多分死んでる芽なんですけど、こいつ枯れてんじゃないかな。多分ね、ちょっと触りたくないから触んないですけど、こいつ動いてほしいなっていうことで、前回この枝を追い込んだり葉を透かしたりとかしてたんですけれども、残念ながらねここ動かなかったんですよ。で動かなかったら回し継ぎでもしてみようかっていう話をしてたんですけど、ちょっとね回し継ぎするほどのスペースがここになくって、要はこれ細い枝なんで、ここに この芽を動かしたいわけですよ。この芽を動かしたいわけですよ。この芽を動かしたいんだけれども、ここに回しすぎしようと思うと結構スペースないの分かります？ノコギリを入れなきゃいけないんですけど、結構ここに継ぐのは難しいなっていうことで、ちょっとね回しすぎ厳しいなと思ってるんで、一旦今日は今ね徒長してるんですけど、こうこの2本の枝ね徒長させてるんですけど、この枝は回し継ぎ用に取っといたんですけど、ちょっとここ回し継ぎするスペースがないなということで、回し継ぎ諦めて一旦今日はこれとこれを切り戻したいなと思います。でこの辺もちょっとさっぱりさせて、もう一度さっぱりした状態から吹き直すと思うので、吹き直した時にちょっと動いてくれないかなっていう期待を込めて、今日は切り戻し剪定と葉透かしやっていこうかなと思っております。動くかな？ちょっとね動く確率は低いかもしれないですけど、ちょっとこの徒長枝落としていきます。よっと。でこいつも落としていきます。これこっからでいいかな。ここまでよっと切り戻します。はい、2本徒長枝取れました。そして残ったのがこうと、すっきりしましたね。でこの辺の枝はもう左に流す。こっちから左にギューンと。ちょっとアップしすぎか。この辺から出てる枝はこっち側に流して、こういう三角を作った時のこの辺を埋めてもらうイメージですね。この枝はこっちあたりで、できればこっちから動いてほしいなというところなので、ここはね、そこまで強い枝いらないんですよ、ここも。だからもうゆっくりゆっくり作っていこうかな、ここは。で、差し枝は少し太らせたい。今ね、2の枝の方が強いんで、2の枝よりも差し枝を目立たせたいんで、ちょっとこいつは走らせます、もう少し。で、ここはあまり勢いに乗せたくない、これ以上太らせたくないんで、ここはね、綺麗に切り戻していきたいなと思います。しっかり切り戻して、まあただね、枝数葉数が増えてくるとそれだけでも太っちゃうんで、まあ考えものなんですけどね。切れない、ハサミの調子が悪いな。最近黒松ばっか切ってたからか、ハサミの調子がすこぶる悪い。汚れてるわけじゃないんだけどな、刃先切れないですね。まあまあ置いといて、よっとここはね、透かしていきます。よっと、こんなもんか。おっか、あ、こいつも徒長してますね。こいつ一番下まで追い込みます。これも追い込みます。こいつもそうですね、追い込んじゃいます。はい、全ての枝ここ追い込みました。で、葉っぱ透かしていこうかなと思います。肩はがりやっていきます。はい、肩はがりやっておきました。じゃーんと。これでだいぶ透かされたかな。肩はがりプラス若干刃切りも入れてます。葉っぱも少しだけ切ってます。はい、これでだいぶここの樹勢は抑えられたんじゃないかなと思います。ここの樹勢を抑えて、ここも抑えて、で、ここ残ってるんで、とりあえずここに力乗るかなと思いますね。ここをそのまま徒長していくと思います。最終的にはこれぐらいでいいですけどね、これぐらいになるように一旦この辺まで追い込んで徐々に作っていくって感じかな。で、それまでは走らせて太ってもらいます。で、ここに樹勢乗りつつ、ここね、できれば動いてほしいんですけど、あとね、ここに切り戻してないちっちゃい小枝がいるんですよ。こいつね、こいつ走らせようかなと思います。一回ガーッと走らせて、で、切り戻したらこの周辺がまた動いてくると思うんで、こいつを走らせる切り戻す、走らせる切り戻すを続けていれば、ここに近い部分から芽吹きが見られるんじゃないかなと期待して、ちょっとね、こいつで動かしていくっていう作戦をとっていこうかなと思います。これでいいんじゃないかな。そしたらね、なんとなくバランスも取れてくると思うんで、いい感じになると思います。回し継ぎできないんで、一旦こいつを走らせて、この足元の胴吹きに期待する作戦でやっていきましょう。一旦ね、こことここ以外は全部切り戻して樹勢を抑えたんで、おそらくこいつとこいつが伸びてくるでしょう。で、こいつは差し枝太らせるためのもの、こっちはこの付近に芽を持たせるためのものとして走らせていきます。で、3段目4段目5段目と作っていくと。はい、そんな感じの作戦でやっていきましょう。こいつもね、樹幹部まだまだできてないんで少し時間かかりそうなんですけど、まあ、足元ね、かなり優秀なんで、こいつは時間かかってでもしっかり形にしていきたいなと思っております。じゃあそんな感じで本日の作業以上です。ははい、本日の作業終了しました。KED の14番、徒長枝切り戻して、樹勢乗せたくないところは全部切り戻して、で、2の枝付近はもう、肩はがりと軽い刃切りも入れて、だいぶ樹勢落としておきました。まあ、上から見るとこんな感じですね。はい。それで、まあ、この辺に力を乗せていきたいなと思っているところ。あと1の枝ですね。1の枝、差し枝になるところも太らせていきたいなと思っております。うまくいくかはわかんないですけど、一応目的を持って、こうしたいんだっていう目的のもと手を入れてみて、で、手を入れてみたけど、あれなんか違う形に動いてきたなとか、うまくいったなとか、まあそういうのをこのフィードバックして自分の中にスキルとして経験として貯めていくと。そういうことを繰り返して、盆栽がうまくなっていくんじゃないかなと思います。ということで、本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。